紹介の絡みは、ザ・ミュージック・デー、高橋海人とナンバー・アンダーライン・アイが同時間帯登場ダンスを追求する兄弟の絆。7月6日に8時間にわたって生放送される大型音楽特番、ザ・ミュージック・デー。日本テレビ系のタイムテーブルと曲が発表され、キングプリンスファンとナンバー・アンダーライン・アイファンがザはついている。番組では嵐桜井賞、 42が12年連続となる総合司会を務め、MC を羽鳥り一、五十三53バカリズム、48ミューラーサミアナウンサー、37、ネクストゲート進行を1キレなーな、28が担当する。今年のテーマは、サプライズ。驚き、感動が盛りだくさんな内容で、総勢60組を超えるアーティストが夏の始まりを彩る熱いライブを届けることになる。 午後9時台には幼馴染みとして知られる金プリの高橋海人さん、25と B、ファーストのソタさん、23ダンサーの海田さん、26エモーショナルズとして金プリの一番 B、ファーストのブームブームバックを披露。番組 HP ではその直後にナンバーアンダーライン I の名前があって、スクエアアンダーラインワンとボンを披露することが明らかになっています。 番組 HP には各時間ごとアーティスト名50音順に掲載ともありますので、両者が連続でパフォーマンスをするかはわかりませんが、同じく時代というだけでもすでにファンは沸騰しています。女性誌編集者。X、旧ツイッターには、21時代の胸の高鳴りがやばい。ナンバーアンダーライン愛はもちろんだけど、うみちゃんソタカイタの一番とブームブームバックだって、 カイちゃんとナンバーアンダーラインアイ並んでるまた五日でいいから5人で踊ってる一番。待ってるからね。ナンバーアンダーラインアイの前、カイピのダンスのやつだよね。しかも、一番ってやばあがらみ見れるかな滝涙。といった声が殺到している。一部のキンプリファン、ナンバーアンダーラインアイファンの中には双方に絡んでほしくないというのもありますが。 大多数のファンは両者の絡みがあることを期待している感じですね。同じ日テレの音楽番組 WithMusic で高橋さんと長瀬恋さん25がナンバーアンダーライン愛に言及したことも記憶に新しいですよね。全土 The Music Day で高橋さんとナンバーアンダーライン愛の絡みがあるかはまだわかりませんが、実際に絡んだとしたらファンは大沸騰するでしょうし、絡みがないにせよ。 平野さんと高橋さんの兄弟の絆は今後も変わることなく続いていくはずです。高橋さんの一番のパフォーマンスを同時間に登場する平野さんも感慨深く見るのではないでしょうかどうザ・ミュージック・デーで高橋とナンバー・アンダーライン・アイの交流場面は見られるのだろうかキンプリファン、ナンバー・アンダーライン・アイファンにとって絶対に見逃せない番組になることは間違いなさそうだ。 平野と高橋のツーショットには、紹介尊すぎるって、翔くんと海ちゃんの写真かわいい、かっこよすぎて泣きそう、などの声が寄せられた。